とミミのハッピートーク。9回目になりました。ハリウッドミーミーのハッピートーク。先日は私がお休みをいただきましたが、今月はなんとハリオさんがお休みの回です。すいません。でオープニングでお聴きいただいた曲は私のオリジナル曲トリックラブでした。はい、今日今ご視聴いただいている皆様にはツイッターの方からですね、ツイートの欄からコメントをお待ちしてます。こちらですね、鳥越あずりさんのツイッターの方にお願いします。はい、今年最後の放送ということで、クリスマスイブ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 なので、今日はクリスマスバージョンでお届けします。はい、最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。まずお知らせです。はい、鳥越あずり FM のスタジオでは、換気はもちろん高濃度オゾン発生器の設置、アクリル板の設置、見えないですけどちゃんとしてます。あとですね、スタッフの皆様全員が マスクを着用して感染対策バッチリで行っておりますので、よろしくお願いします。そしてハリウッドミーミーのハッピートークでは、番組を応援してくださる会員様を募集しております。会員様になっていただくと、生放送の見学や
各パーソナリティとのイベントなど楽しいことが盛りだくさんです。詳しくは鳥越あずうりさんのホームページでご覧ください。はい、さてお待たせしました。すでにご着席いただいておりますが、はい、今年最後のお客様は澤田二郎さんです。こんにちは、澤田二郎と申します。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、はい、まず最初に自己紹介お願いします。はい、まあ澤田二郎ですけども、まあ、演歌一筋で頑張っておりまして、まあそんなもんですかね、澤田二郎、もうとにかくもう演歌一筋で頑張って、私あの宮四郎の、あ、宮四郎、ピンカラ兄弟の方が分かりやすいかな。ピンカラ兄弟の宮四郎のね、あのところでずっといまして、でその後双葉百合子先生のところでもう何十年と歌わさせていただいてたんですけどもね、もうやっぱ歌は難しい。難しいですか。難しいですよはい、まあそういう澤田二郎でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、で今先生が推している曲とかご紹介いただいて、はい、まずもう1曲目聞いていただきましょうかね。そうですね、はい、女の幸せという歌なんですけども、はい、はい、まあ、これにはいろいろね、やっぱりこうなんでこういう歌を作ったかっていうと、ちょっとうちのお師匠さん、恩師であります宮四郎との約束事でございまして、はい、それでこういう感じをね作ったんですけども、まあ、とりあえず聴いていただきたいと思います。はい、これ先生の作詞作曲なんですよね。私の作詞作曲です。そうですよね。はい、うん、はい、では聴いていただきましょうか。はい、女の幸せ。
ただきました。沢田二郎先生の女の幸せでした。すごい素晴らしい素敵な曲ですね。もうね、簡単な歌ですから、うん、2回ぐらい聴いたらもう歌える。そうですか、はい、でも先生のこの優しい柔和なお顔からこの声というかそうじゃなくてちょっとギャップがあってまたいいですね。はい、うん、なんかねよく言われるんだけど、はい、あのこうパッと見で、はい、それでこう まさか本当は歌ってたのなんてよく言われますよ。うん、そうですか、ちょっと想像つかない。ああ、想像つかない。そうですか。声をね潰したんですよ、何度も。うん、それでこういう声にして、前はね美しい声だった。美しい声。ああ、なんてね。どのように潰されたんですか。あのね、声をね、あの、こう出していくんですよ。とね、だん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 こう出なくなってくるの。うん、それをこうやってるうちに、今の何スタッフさんがびっくりしたみたいですよ。いやいや、潰して、あのね、僕ね、あの浪曲が好きなんですよ。うん、で、まあ浪曲が好きでね、はい、あの声いいなーなんて思ってて、ちっちゃい時からね、ああいう声に ならないかななんて思って、ずっとやって2、3回かな、声出なくなっちゃってやってて、それでやっぱりこうね、やってるうちにこうだん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 こう普通にこうぶわっと出した時にね、声がね、なんかこうガサガサっとした声が好きなんですよ。ああ、そうなんですか。うん、ガサガサっと、うんうん、だからやっぱりこうね、いいよね、そういうのね、なんとなくそんな感じでしょ。うん、で自分が歌ってて、はい、ね、なんかそのパッと見られて声と顔が違うなんて言うけど、そんな気がする。気ます思います、うん、ね、最初にお会いした時から思ってました。おい、本当に、はい、なんだ、言ってくれればいいのに。いや、そんなに、あの、あまりなんかなかとこうお話する、あ、時間ないかですもんね。そうですよね、はい、はい、今度はゆっくり。いやいやいや、もうあれですよね、お店もやられてるんですね。そうそう、あのね、神奈川県の伊勢原市 の、うん、の駅の近くでやってるんですけど、そうですね、はい、小田急小田原線の伊勢原駅南口、徒歩3分ぐらいですかね。そうですね、そうですね、うん、うん、そうですね、はい、だからね、もうやっぱ歌から離れられないですね。うん、歌好きだな。でも先日お伺いした時、はい、もうすごい素敵なお店で、以前のね、お店は 2,3、うん、回行かせていただいてて、狭かったですよね。そうですね、ね、今のお店は本当広くていいですね。あ、なんかゆっくりね、うん、できるって感じかな。また今度はゆっくり伺わせていただきますので、ぜひ、ありがとうございます。よろしくお願いします。この歌は先生の作詞作曲ですけど、はい、どんな気持ちでこうお書きになったんですか。これはね、あの、嘘でもいいのっていうのが先に出てきちゃったんですよ。こう、みんないいじゃないですか、あ、嘘でもいいよ、うん、嘘でもいいよなんて、そこで出てきちゃったの。うん、そのなんていうんですか、繰り返しのに、はい、嘘でもいいの、嘘でも、うん、そこからずっと上から書いていったんですよ。うん、1番ができて3番ができて、はい、2番がねちょっとね、うん、なかなかあれだったんですけど、うん、まあこれね、お約束っていうかね、私の恩師であります宮志郎さんがですね、はい、あの元気な時に、はい、あの沢田頼むなって、うん、あの俺の節を、あのお前が歌ったら、はい、あ、これどっかで聞いたこと、あ、宮代だっていう風にね、はい、残るようにお前俺の節をしっかり勉強しろって言われた。そうしたらね、大変なんだよ、独特なんですよ。わかるでしょ。そうですね、独特な歌い方で、これ俺やるんですかって、やれよ、俺はお前の弟子、俺ね、はい、俺の弟子なんだからしょうがないだろ、うん、お前が違うように歌ったらおかしいだろお前。それもそうかなと思って、まあそれで、まあずっとね歌ってきて、はい、それじゃなんとなく似通った感じでね、やっぱりどうしても曲ができちゃうんですよ。うん、はあ、であまり難しくしちゃうとねダメなの、歌って、あのこう歌って、今ほらカラオケで歌う方が多いから、はい、あんまり難しくしないようにこうなんとなく雰囲気を出さなきゃいけない、もう大変でしたよね。でもお約束だから、まあ、とりあえず、まあ、いいかなみたいな。うん、でもこれ女心の歌ですよね。これはね、あの、そう、女心の歌ですね。女心の歌を、はい、歌をね、男の人が歌うといいんですよ。うん、
で男心の歌を女の人が歌うとまた変わってくるんだよね。でも女性の心が分かるっていうことですか？あのね、あんまり分かっちゃいけないって言われた。あ、そう、だから全然分かんないですもん、女の人の心なんて。女心と秋の空って言いますからね。そうそう、危ないからね、女の人は。女の人危ないからね。まったくもう。でも笑顔の裏に何が隠されてるか。そう、危ないね。あれ、危ないんじゃないの？危ないかもしれないです。そう、声が、声を潰したって言われましたけど、はい、私はちょっと前に1週間ぐらい声が出なくなってしまって、はいはい、なんかストレスらしいんですよね。ストレスってね、今ねストレスはね、よくもうみんなストレス、このもうやっぱりねストレスはいけません。うん、ね、でもあまり自分でそう感じてなかったんですけど、なんか結構痛みとかそういうのになんか鈍感なのでね、うん、結構悪くなってから分かることが多いんですよ、うん、今までも。ああ、うん、そうなんだ、はい、でも自分なんかね、この前ね、あの ここにね、あの、うん、尿管結石ってなっちゃってね、すごい痛いんですよね。痛かったな。7ミリのが入ってました。そんなにですか。うん、でバンバンバンってなんかあるんですよね、あれでやって痛っ。まあそれはあれですけど、もう流れました。もう流れました、うん、もうね、その日にもう、ま、なんていうんですか、一晩だけ入院してね、あの結果を見て、もう全然なんともないですよね。よかったです。うん、お気をつけくださいませ。自分だってすごいじゃない。手はおるし もう、本当に。で今年はね、いろいろありましたよね。そうですね、ね、ね、うん、これ似合います、うん、この帽子ね。うん、すごい可愛いですよ。本当、はい、子供の時以来ですね、これね。無理やりかぶっていただいて。嫌だ嫌だっていうのに。お似合いです、お似合いです。で、この番組が、はい、ハルヨとミーミーのハッピートークというタイトルなんですね、番組名が。はいはい。うん、それで、はい、あの毎回コーナーとしてハッピータイムというコーナーを設けてまして、うん、はい、今一番幸せと感じることとかハッピーだなーって思うことがあったら、はい、まあここへお呼びいただいたっていうのはハッピーです。うまい。いやいやいや、いや本当にね、あーね、本当に嬉しいですよね。本当ですか、うん、ありがとうございます。それでね、常々思ってるのはね、はい、あの朝起きてね、あ、目が覚めてよかったの、うん、あ、そんなドキドキする。いや、なんでなんで、もうそう思いませんか、朝、あ、まあ、今日もで天気だとね、今日なんかお天気いいでじゃないですか、うん、ねえ、いやだから、あ、嬉しいな、ありがたいななんて思ってね、いつもそれは思ってますね。うん、うん、そうですね、健康で、うん、一日過ごせるっていうことは本当にありがたいことなのかもしれないですね。何いいことないですよ。うん、だからこの前ちょっと一日ですけど入院してね、はい、その時思ったらね、あ、こういう方がたくさんいるんだななんて思ってね、でもう朝起きてね、あ、今日もありがとうございますなんてね、うん、やりません？今まだやらないか。やった方がいいんじゃないの？朝起きたらね、でも、あ、でも体が本当に辛くて、体が全く動かない時とかがあって、まあ、多分ストレス、それもストレスならしい、それのせいで声が出なくなってしまったっていうことなのね。自分ね、喉もね、あの昔ね、あの双葉エリコ先生とツアーでずっと回ってた途中にね、1週間10日ぐらいの旅だったんですよ。で富山を初日にしたらね、3日目にね、あのこうなんていうんですか、やっちゃったの。で喉頭炎っていうのになっちゃって。喉頭炎ですか。喉頭炎って声がね、あのつっかえちゃうの、ボーンと。それでね、もう音が取れなくなっちゃう。そしたらあのバンドマスターがね、お前急い、ここの被災市っていうところがあるんですよ、三重県の被災市、そこの耳鼻咽喉科の先生のところ、うまいんだよこの先生、すぐ治してくれて、で、まあ、薬飲んで落ち着いて、そっから先のもう大変でしたよ、もう。喉頭炎ですね。私咽頭炎なんですよ。喉頭炎と咽頭炎っていうのはまた別に、ね、多分違うと思うんですよね、うん、鼻と喉、風邪ひくときに痛くなるとかあるじゃないですか、うん、鼻と喉の間という、あ、はいはい、あのそこに炎症を起こしてしまうんですね。だからあの高い声と下の声は別にこうくっついて大丈夫なんですけど、うん、はいはい、中間の声になるとこう開いちゃってガラガラってなっちゃったりするんですね。なるほどね、うん、
自分の前は高等園だからね、わーっと持ち上げ、普通ここで出るんだけどなと思うところでも止まっちゃうんですよ、うわ参ったな。そしたらね、やっぱり長年やったもうね、バンドマスターとかやっぱりよくご存知で、すぐ止まる、あの声ってね、すぐ止まるんですって。でね、急いで行って怖いなんつって、それで行って行ったら高等炎ですって言われて、もうで薬飲んだら治って、もその後仕事したんですけど、恐る恐るで、もう喉はね大事ですからね。そうなんですよね。でも随分普通の、綺麗な声出てますよね今ね。ちょっとガラッとしてます。いやいや、そのくらいじゃあ俺なんかどうするんですか。いやでも私ハスキーな声に憧れてて、もっとすごい甲高い、なんていうかな、アニメ声だったんですよ。あ、今もアニメ声っぽいですけどね。なんかそんな感じ。うん。アニメ声ね。よくアニメ声って言われてて、ね。すごいハスキーな声に憧れて、風邪ひいた時にガラガラになった時にわざと声出して、少しだけこうハスキーになったかなって低くなったかなって思ったけど、ただ高音が出なくなった。あ、高音はねソプラノが出なくなっただけで、あとほとんど変わってないいやでもね、この人の声出してなんつって、そのままいけちゃいそうだよね。そうですね、なんかやりたい面白いですね。ね、本当に。え、お店の方最近いかがです？お店はね、ほらずっとこうコロナの関係でね、やっぱりお客様もねなかなか、最近はちょっとだけ、いいですかね、昼間ね来てくださって。でもなんかまたね、あの新種のオミクロン株っていうのが少しずつ徐々に徐々にこう人数が感染者数が増えてきているから、なんかもうこのまま収まってくれないかなって思うんですけどね。思いますね。本当に何も動けなくなってしまうとまたね、本当に皆さん辛いですし、ね、それこそストレスで声出なくなっちゃう。だって長かったでしょ、2年。2年ですね。ね、2年の間にね、もう人間ね2歳年を取るわけですから。そうですよ、もう歩け、生まれた子がもう普通に歩けちゃうんですもんね。歩けちゃう。だからね2年は長いわ。本当ですね。それでちょっと収まったかと思ったらほら、ね、また違うの出てきた。そうなんですよ。これがいけないよね。これ今これから始まろうとしてるじゃないですか。そうなんですね。ね、どうなることやらですね。本当に海外の方では割と大変なことになってるから、日本もね、今日かな、昨日か40人になってましたもんね。あ、昨日、先週ぐらいまでは一桁だったのが40人になってましたね。ね、本当に少しずつこう上がってきてるから、ね、ちょっと心配ですけどね。なんとか、まあ、無事に年も越したいですよね。明るく新年も迎えたいですしね。 そうですよね、もうそこ行ってきたらどうですか。あ、鳥越神社ですか、ね、この子上から見下ろしてね、してこれはいいところですよね。そう、すぐ目の前に鳥越神社があるんですよ。すごいところですよ。初めて来ました。はい、はい、ちょっとね早めに着いたので、ちょっとこうやってあやってきたんですね、今日はお招きをいただきましたまずやってきました、これを目指してここのスタジオに来ていただいたんですよね。そうです。何回聞いたか分からないんですよ、でね、ずっとあの通りをこう来てね、4人ぐらいの人に来た。一直線なんですけどね、ここの通りに来ちゃうとね。どこあの近所ですか。一回駅、浅草橋の駅を降りていただいて、左に行って右に行って、左行くともうずっと一直線なんです。一直線。あ、それはもう、ぜひあれですね、また来年も来ていただくように。ありがとうございます。忘れないでいてください。いやいや、ね、でもよかった、今日本当にこれって。そうですね、もうお天気いいしね、もう何回も言いますけどね、本当気持ちがいいです、気持ちいいですね、ここね、気持ちいいですね、5回ですけど ね、本当にこれいいですよ。はい、素晴らしいです。素晴らしい。で、またあの草木が芽吹いてる時はもっと素敵かもしれないですね。そのイチョウの木がね。あ、イチョウの木なんですか。あれはイチョウですよ、多分。多分イチョウじゃないかな。わかんないです、私そういうの知らないんです、全然。お花の名前とか。多分イチョウですよ、あれね。1、2、3。1、2、3。それですか。だって結構ありますよ、綺麗な。あ、もう。
もうちょっと前だったらまだ葉っぱがね、残ってたんじゃないかな。あ、え、イチョウって銀杏ができるんですよね。メスの木にはね、そう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 、すごい臭いというね。はい、あの丸いやつね。うん、そうですね。うん、はい、すいません、ここで、はい、あのツイッターの方にコメントをいただきました。あら、あ、村田育也さん、いつも応援ありがとうございます。あ、そうですか。はい、こんにちは、見てますよ。お二人の元気なお姿を見ることができて嬉しいですということです。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってますよ。ね、はい、ね、もうあれですよね。今日23日なんで、あと1週間で今年終わりですよ。ですよね。私その前に1週間後30日は誕生日なんですけど、年取るんです。あ、どうした、いくつになるんですか。16だから13になるのかな。まあ私の記憶が正しければ、まあ、でもね、あの年取るの嫌だと思うけど、でも若い人もさ、あの年配の方も、はい、今年配の方はすごい元気でしょ。そうですね、80代でも元気な方たくさんいらっしゃいますよね。います、います、うん、もう本当ね、だからもう年齢はね、あんまり関係ないね。そうですね、だって若い子だって具合ある人いるんですよ、うん、はい、私だえそうね、あの骨折しちゃダメよ。骨折ダメ、うん、で、うん、ねえ、危ない。危ないですね、ドジですからね。骨折は、え、ドジ、ドジ。なんかそんな感じがする。あ、なんかこう、なんかこんな感じでしょ。そうです、ね。何もできないんですよ、自分で。いやいや、できない人に限って。あ、いや、できる人に限ってできない。本当にできないんですよ。料理とかも全然できないし。こうやって、フライパン振れないよね、これ。今はできないですね。できないですね。手直ってもできないですけどね。フライパンはでも、左手で持つからね、こう、うん、いや私ね、の字以外はほとんど左なんですよ。左利きなんです。だからそんな不自由ないんですけど、字だけはね、直されたんでね。あの左利き、左利きです。な、何をするにも左利き、ほぼ左、あの両方使えるんですけど、うん、ハサミも左利き用のと右利き用のがあって、うん、取った方で、いや、切ります、うん、包丁も左で大丈夫です。ボールとかも左ですね。なるほど、はい、すごいね。でも両利きなのかな。じゃあ両方できるってことでしょ。そうですね、右と同じようにできるの、はい、左も。すごいね、便利ですね。便利です ね、でもあまりなんかね、心臓に負担がかかるらしいんですよ、両方使うと。うん、なんか先生に言われました、病院の先生に。両方使うと心臓に、うん、心臓に負担がかかるって言われましたね。わ、じゃあ大変じゃない。ねえ、気をつけよう。だから苦しいの苦しくない、ない、ない、ない。そう、あ、そうそう、ごめんなさい、戻りますけど、はい、はいはい、あと1週間で今年が終わり、終わり、終わっちゃうんですよ、ね、私の誕生日なんて言ってる場合じゃないんですけど、うん、今年振り返っていかがでした、うん、前半とか後半とか。あんまり今年ね、うん、だからコロナがその去年からなったでしょ、だからもう今年1年ね、あ、もう皆さん一緒だと思うんだけど、うん、こう閉じこもる時間っていうのが多かったでしょ、うん、そうするとさ、こうじっとしとくと、はい、家でじっとしとくとね、やっぱりこうなんかね、うん、ありますね、うん、やっぱりね、あの、うん、規則、不規則になるので、結構夜遅くまで起きてっちゃったりして、夜遅く起きてると結構ろくなことを考えないなって、人間って。ああ、うん、やはり規則正しく早寝早起きっていう、ああ、いいよね、のが多分いいんじゃないかなと。そうそう、うん、でも明日が何もないと思うと、うん、早くないと思うと、やっぱりどうしても夜更かしちゃう、ね、うん、そうですね、でしょ。も私ももったいないと思っちゃうんです。え、なんか時間が、あ、今寝ちゃうとまだいろんなことできるのにもったいないなって思っちゃって、うん、で朝も一応一回はきちっと毎朝起きるんですよ。だけど、あの好きなね、ドラマを 見たりとかね、韓国ドラマがすごく好きで、あ、多いですね、もういっぱい録画して、うん、それを見て、うん、泣いたりして、泣いたりして、うん、で一緒に怒ったりして、うん、そう、すごいんですよ、なんか韓国の人ってこう気性が激しいというか、なんていうのかな、あの、ね、日本ではこんなドラマないなっていうような内容で、うん、ドロドロだったりとか、うん、必ずつきもので交通事故とかね、うん、
あって記憶喪失とかあったり、あ、それはあるね。そう、そう、いつもいつもこんなところで、あと身内の争いだったりとか、うん、会社の役職争いだったりとか、そういう内容が多いんで、はいはい、なんでこんなこと考えるのとかってちょっと怒ったりとかしてドラマドラマって自分で落ち着かせながらね。でもまあ、ドラマもそうなんですけど、うん、歌もそうだと思うのね、はい、自分で経験しないものをこういう歌を聴いたら、うん、なんか別の人、自分以外の人が経験したものを、うん、なんか作詞の先生が詩に書いたりとかして歌って出来上がるじゃないですか、だからそういうのを見てるとドラマとお芝居とかと一緒だなと、歌も一緒だなと、ね、どなたかに歌も、うん、やはりお芝居よって言われたことがあって、なんか私色気が全然ないじゃないですか、この年で、はい、色気この声を出し、この声は出せるかもそう、そうなんですよね、歌で色恋の歌とかあるじゃないですか、はいはいはい、そういうの歌っても感情が、恋愛経験も少ないせいか、少ない、感情がこう出せないっていうのかな、うん、人のことだと思って歌わなきゃダメですよ、あ、でもだから経験がないし、うん、色気がないし、うん、そういう色気、ね、なんていうかな、人の前で感情を出してこう歌うことが結構恥ずかしくて、うん、恥ずかしい、恥ずかしい、自分じゃないと思わなきゃダメ、そうみたいですね、うん、だからそこが演技なんだなって思って、うん、あ、そっか、ステージの上でも演技をするんだ、そう、ステージの上だって演技しない、そうですよね、みんな演技してますよね、うん、もうこれはね、やっぱ演技ですからね、出ないと恥ずかしくて、うん、ね、恥ずかしいでしょ、恥ずかしい、俺も恥ずかしいのだからとお客さんが遠い方が好きなの。ああ、お客さん近いと恥ずかしいの。なんかそういうのってありますよね。ありますね。でも大きくても全然緊張しない時もあるんです。うん、で、まあ小さいところではお客さんが本当に近いですからね。うん、はいはい、近いよね。変な顔して歌ってるとすぐ見えちゃいますから。見えちゃうから、ね。で言いますもん、たまに歌ってる時は顔は見ちゃダメって。顔はできるだけ見ないようにって、うん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 、なんかね、なんか目が合うとね恥ずかしくなっちゃう、恥ずかしい、恥ずかしいでしょ、恥ずかしい、もう目が合うと恥ずかしいんだよね、どうやって見て目がこう、うん、こうなっちゃうんだよ、お店の方とかでお客様として行って、うん、どなたかがね、ゲストの方が歌われてて、うん、それを見るのも恥ずかしいんですよ、あ、目が合っちゃったりすると恥ずかしい、ね、結構ね、あ、同じだ俺も恥ずかしいんだよね仕事の時は恥ずかしくないんだけど、だから普段俺なんかものすごいあれですからね、人見知りする方だから、あ、それはわかります、人見知りするんですよ、うん、で、なんで舞台やってる時はなんともないじゃないかと、うん、仕事じゃないですか普段はものすごい人見知り、うちのお師匠さんも人見知りだった、ああ、そうなんですか、もうね、なんか飲んじゃうね、うん、あ、人見知り、昔は飲みながらとか皆さん歌ってらしたけど、今はもうないですもんね、そういうのね、そうですそうですね、うん、まあいますけどね、いますね、あとタバコとかもね、あ、吸ったりとかして、自分タバコ吸うんですよ、あ、吸うんですか、お酒は飲まない、うん、お酒はね、やっぱり合わないから、うん、よしなさいって、はい、先生に言われました、ね、うん、無理して飲むもんじゃないですし、飲むんですか、飲めるんです飲めるの飲もうと思えば飲めるんです、でも普段はめったに飲まないですよ、あ、そう、うん、でも飲んだら割と飲めちゃう方ですね、あ、そう、うん、うわ、日本酒が好きなんです、うわ、本物だ本物、うん、ね、本物ね、父がね、東北出身のせいもあって結構酒飲みなんですよね、東北はどちらですか、宮城です、あ、宮城、うん、あ、いいとこだよね、宮城もね、うん、亡くなった母は全く飲めない、本当にこんだけ飲んだだけで真っ赤になっちゃうぐらい、 お母さんも東北の方、母は埼玉です、あ、埼玉、うん、そうなんです、全く飲めなくて、私は父に似たみたいですね、飲めちゃう人でも飲めないより飲めた方がいいんじゃないかな、うん、でも飲みたいとかはないです、すごい飲みたい、お酒飲みたいっていうのはないですね、あ、ただ気分がよく皆さん飲んでらっしゃって、うん、なんか飲むって言われたら、うん、あ、じゃあ飲もうかなっていう感じで、あ、うん、でもやっぱり日本酒が好きな人っていうのは、うん、お酒すね、味が分かる人だから、うん、これから飲むようになるでしょうね、きっと、いやいや、そんなことないですよでも体がね、やっぱりね、あまり強くないので、うん、
合わないみたいですね、アルコールはね。だから本当は飲まない方がいいと思う。大体そう言うんだよね。本当ですよ。いやでも随分飲めるんですねなんて言うとね、そうするとさ、いや俺あんまりねちょっとね飲めないんだよねと散々飲んどいて酔ってね、うん、そうだそんなに酔うと危ないっすよなんつってね、うん、階段から落っこった人とかいるもんね、うん、気をつけてください、ね、気をつけます、これになっちゃう、これはお酒じゃないですよ。それは何なの。これなんかね分かんないんですよ、原因が。原因が分かんない。多分すごい重たい荷物をたくさん持った時に って、ね、ここに、うん、荷物をかけちゃったんですね。その時にゴキってなったんです。じゃあただそれ以外考えられない。うん、それそれ。でもその時は別に何とも別に痛ぐらいで後で来るの。後で骨はね、後で来るの。あのもう何十年昔にね、うん、あの電車とホームのこう間隙間があるじゃないですか、うん、あそこでね足突っ込んでねうわーっと乗ってこられてね、うん、あのあったんですけどね、3年ぐらい経ってからね朝起きたらね、うん、ぶわーっと油汗出て、そして医者行きました、こんなに腫れたんだけど3年ですか。3年ぐらい経ってこれ出たのよ、これがねびっくりしちゃったねって。これ骨がないですねなんて言われた、あのこう例えばこうあるでしょ、そしたらここのところちょっと欠けてるわけ。あで先生これ3年ぐらい前に行って、まあ、今だからまあ3年じゃないか、うん、行った後にね、そしたら言ったらね、この骨はどこ行ったんだっつってレントゲン取ったら、うん、で、いまだにないんじゃないの。そうなんですか、うん、どこ行っちゃったの。溶けちゃったの。溶けるのかな、あれ体も当て、匂いで流れたのかな。またあの、血石と一緒で血石を忘れてたのに痛いんだよ、あれで、結構ね、あのその血石の話をするとね、うん、1週間に3人はいらっしゃるそうです、患者さんが。あ、そうなんですね、うん、1週間にあの看護師の方に聞いたの。1週間そうですね、3人ぐらいお越しになりますかねなんつって、ああ3人だったらね、やっぱ多いんですねなんつって、多いですねって、言ってました。そうですか、ええ、ああそうね、うん、そう、ここでもう一曲聴いていただきましょうかね、先生の歌ね。いきなり聞いて、いつもさ、キレのいいところでと思って、じゃあ曲の紹介お願いします。自分でね、はい、これはですね、恋しぐれと言いまして、あの女性の、まあ、失恋の歌かな。失恋の歌なんですね、はい、恋しぐれ。では澤田二郎さんで恋しぐれお聴きください。
沢田二郎さんの恋しぐれでした。ありがとうございます。はい、今月もあっという間の時間でしたが、本日はご出演ありがとうございました。こちらこそありがとうございます、はい、こういうインターネットテレビ型のラジオの生放送って初めてだと思うんですけど、はい、いかがでしたか。いや楽しいですね。楽しいですか。いい、最高ですね。またぜひ来てくださいね。またぜひお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、で本日の放送部は2週間後の1月6日頃に鳥越あずえりさんの YouTube チャンネルにアップされますので、はい、ぜひご覧ください、はい、来月の放送は年明けの1月27日木曜日14時から、お客様は大輝と真由美さんをお迎えする予定でおります。それではですね、今日のエンディング曲はですね、春代さんのデュエット曲で恋の街ロマン京都をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。素敵なクリスマスと年末年始をお迎えください。本日のお客様は沢田二郎さんでした。ありがとうございました。それではさよなら。君を迎えに京都
弾むハンドル踊る胸、あなたに会える嬉しさ、ああ恋の街ロマン郷。Oh my.